皆さん、ワイルドボンバーは徳島のパンムキンです。いつもご視聴とコメント、高評価、本当にありがとうございます。さあ、本日もね、頑張ってやっていくんですけども、皆さん、いや、すっごい情報を手に入れました。いや、これは半端ない。あのですね、ちょっと私もツイッター見て、知ったんですけども、この LR の超技、孫悟空&フリーザ最終形態かっこ天使がですね、なんと、極限 Z エリアにて、極限 Z 覚醒ができるようになります。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっと待ってくださいよ。今現状、極限 Z 覚醒前なんですけど、第7中代表カテゴリーの、177%リーダーなんですよね。はい。で、パッシブ。攻撃時に自身のアタックとディフェンス 77% アップで、超必殺技、さらにアタック 77% アップです。で、攻撃する相手がアタック低下状態の場合、さらにアタック 77% アップなんですよね。これからさらに極限 Z 覚醒できるんですよ。いや、すごいな。孫悟空身勝手のごく生き出しの極限 Z 覚醒が、来てですね、運営さんすごいサプライズ用意してくれたやんと思ったんですけども、その矢先ですよ、まさかこれの極限 Z 覚醒来るなんてね、夢にまでも思わなかった。ありがとう運営さん、ありがとう。いや、まだリーク情報なんでね、ちょっとはっきりした、答えは、ちょっとわかんないんですけど、いや、もう確定でいいっしょ。いや、もう、これ、もう、すっごい楽しみだ。はい、というわけでね、もう皆さん、これ楽しみに待っておきましょうというところで、ちょっと短い動画だったんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね！楽しみ！